質感が、とても良くて、まあ、中明度のレベルの方でもデザインがしやすいっていうところです。あとは、まあ、アルカリを調整できるので、まあ、お客様のお悩みに、沿った提案というのができるところです。そうですね、狙った通りのやっぱり色味が出せるっていうのと、まあ、混色しても濁らない、再現性が高い色味、まあ、発色ができるっていう点と、まあ、お客様の髪質や髪の状態に合わせて、ダメージをコントロールできるので、まあ、退色後の色味の出方っていうのが、まあ、格段に、他のカラー剤とは違う点かなっていうふうに感じてます。シェアブースターっていうのが、まあ、今までになかったの新しい商材だと思うんですけど、シェアの方は本当に手触りが、抜群にいいっていうのと、まあ、今までこうクリア剤0番手のクリア剤とかで色味の方を調節してたんですけど、やっぱり濁ってしまってたのが、シェアは濁らずに調整できるっていう点、まあ、手触りの方が抜群にいいっていう点が、はい、一番違うかなと思います。ブースターの方に関しては、まあ、今まで従来のカラー剤のように、まあ、アルカリの方をこうコントロールしながら、まあ、全ての髪質に対して対応できるもので、やっぱり今までの10番手12番手のアルカリ度合いのカラー剤よりも、まあ、フロームとブースターの組み合わせによってしっかり10レベル12レベルでも発色っていうのをできるように、はい、なった点が、はい、いいかなと思います。レブリンさんがもともと配合されているので、まあ、カラー剤その、まあ、カラーデザインもそうなんですけど、カラー剤に対しての強度っていうのがすごく上がったなっていうのは思います。髪熱、まあ、今ってこうアイロンで仕上げるお客様っていうのがすごく多いんですけれども、やっぱり熱にすごく強くなって色味の発色っていうのを保ったまんまカラーデザイン仕上げることができるので、まあ、レブリンさん配合だとやっぱりこっちもとても安心して施術できるようになりました。ブリーチはしたくないけど明るい、今よりも明るくしたいって、もう12、3レベルのお客様が来た時とかにブリーチはしたくないと、でも今よりもちょっと明るくしたいってなっても、やっぱり対応が今までできなかったですけど、まあハイリフターを使うことによって、まあその今の状態よりも 1,2 レベル上で綺麗なこう柔らかい色を再現できる。今は全てのお客様に対応させていただいてます。中明度の方っていうのが今まで結構一番難しいところではあったんですけれども、まあフロームのティントはしっかり中明度の方に狙った色味で、提案デザインできるので対応がすごく、できるようになりました。ダブルカラーの方、中明度の方、バージンモンの方ですね、まあそれぞれに合ったカラーのデザインっていう幅がフロームはすごく大きいので、まあ、全員全てのお客様に現在は対応させていただいてます。まあ、今までのカラーと違ってこう混色を楽しめるカラーなので、まあ、スタッフそれぞれこう自分のこう調合とかレシピ作りっていうのをこう積極的にしてくれるようになったかなっていうのはあります。でやっぱりそういういいレシピができたりとか、まあ、いいカラーデザインが仕上がった時とかはもうよくスタッフで、意見交換して、まあ、レシピの共有したりとか、まあ、そうですね、スタッフ同士とのカラーに対するそういう、まあ、話知識とかそういう話がサロン内で多くなりました。そうですね、希望の色味に仕上げるっていうのはもちろんなんですけど、まあ、まずはダメージをさせないですね、繰り返しカラーを楽しんでいただけるようにっていうのを一番に大切にしてます。やっぱりダメージしてる髪にカラー繰り返すっていうのはやっぱりこっちも気を使うところではあったんですけれども、まあ、そういう薬剤選びっていうのに対して、まあ、フロームのティント低アルカリで作っていただいているので、まあ、最小限の気を使いながら、いいカラーデザインっていうのができるようになりました。